トータルでマイナスになることは決まっているのになぜ続けるんですか。いや決まってないですけど、まず僕から言いますと、僕はプラスにする方法があるんじゃないかっていうのを探索し続けています。学問だ。負けてる人が絶対多いなんですけど、浮いてる金があるから、それがプラスの人に行ってるはずなんです、うん、だからできる方法あるんちゃうかな、でしかもちょっとずつ近づいてなっていう感覚があるから、僕はそこを探求してるっていう。いいですね。それは僕です。なるほど、はい、だってみんながそんな真剣に考えてやってるとはあんま思ってないから、ってことは真剣に考えたらなんか見えてくるんちゃうかなと思って、これは僕です。俺はマイナスは覚悟してるけど、スタートがスポーツだから、はいはいはい、そう、馬券買えない14歳の時からグラスワンダーの朝日杯3歳ステークスを見て、あ、面白いって思って応援しだしたんで、馬券から競馬に入ってないから。そうですね、競馬見るっていう意味じゃ馬券買わない競馬もレースが面白いから見るもあるんで、うんうん、まあ負けると決まってたとしても見る意味は全然あるかなという。あと一個その、予想すんの面白いから、だその全乗っかりしたい人とかもいるから、その人の楽しみ方もあるからいいんだけど、俺は予想までも面白いのよ。そうですね、うん、あ、ちょっと待って、こいつこの時強かったから今回もあるんじゃないのっていうのを新聞見ながら推理するのが楽しかったりするから。そうですね、推理小説に近いみたいな言う人がよういますからね。当たった時にちょっと帰ってきて、じゃあそれでまた次のレース予想できんじゃんっていう楽しさもあるから。例えばじゃあトトだっけ、サッカー、はいはいはい、サッカーファンに、いやトトなんて回収できないのになんでサッカー見てんのって言われてるのと同じなの。いやサッカーは見るし、トトはトトで楽しいからやってるしっていう、っていう、まあそうっす、うん、そこなんだよ。だからマイナスになることは決まってる人は本当に有馬記念とダービーしか買わない人だと思うから、はいはい、俺らそのレベルじゃないんで、うん、答え合わせみたいな、うんうん、最後に馬券買うのは自分が予想したことを、まあ、一応自信持ってやってるから、まあ一応買っとくかみたいなのも僕は大きいですかね。全然馬券だけじゃないっていうところをの魅力を伝えるのが俺はこのチャンネルの俺は意義だと思ってって、そうだから俺が好きなスポーツたらしめてる競馬をのはギャンブルっていう支援があるからだから、そこは俺買っていかなきゃなっていうのはなんか責任感というとあれだけど、あと多分全員いつかプラスになると思ってるという夢ユートピア描いてます。だから宝くじ否定派もいるじゃん、はい、いるけど夢なんですよ。馬娘は好きですか。昔からの競馬ファンの方から見て馬娘から競馬にハマった人をどう思いますか。これはもうざっくり言いましょう。僕は馬娘に対してあまりいい感じは持っていないところも正直あります。ちょっと馬娘見てて残念だなと思うのが、みんなが言う、だから俺が大好きなグラスワンダーで、俺がグラスワンダーの話をした時のグラスワンダーの思い出ってあのロマンの詰まったあのライバルの戦いなんですよ、はい、でも馬娘好き、馬娘しか見てない人の言うグラスワンダーって女の子を浮かべてるんですよ。そこの帰りは俺は寂しい。はいはい、うんうん、俺はまだやってないです馬娘は。なるほど、うん、ただ俺は裾野が広がったという意味ではめちゃくちゃありがたいと思ってます。そうですね、はい、でこの前ウィンズ僕行った時に、うん、女の子が一人の女の子が、うん、友達3人ぐらいの女の子に馬券の買い方を教えてるのを見て、まあ分かんないですよ馬娘からか、でもまあなんかすごい、あ、裾野が広がる瞬間俺は見てるなというなんかこう気持ちよさはありましたからね、うん、だからもっといっぱい馬娘だけじゃなくて、うん、もっといろんなコンテンツ出てきてくれたらいいなと、そう思いますよね、うん、馬娘1個になるから、うん、もっとあるよ、好き嫌いがどうしてもね出てくる、もっと面白いのあるよっていうのも、まあ、見てほしいなっていうのは。だからまああとはもう馬娘全部娘にしちゃってるから1個残念だなって思うところもある。ウォッカのドラマは女の子だからっていうところはあったから、まあ女の子も女の子、男の子も女の子にしちゃってる馬娘はちょっとそのコンテンツとしての歪みは俺は感じてます。来たくないから、いやもうこれはもう使おうもう言う俺は、うん、まあだからどっかで面白そうだなと思ったら俺もやろうかなと思ってるし、あとスキピに競馬やめてと言われたらやめますか。あー やめないんじゃないですかね。僕もやめないです。競馬やめろって言ってくる人を僕は好きになりません。はいはい、はい、生活がおかしくなるほど俺はギャンブルしてないし、やめろと言われる筋合いもないし、こんなにロマンあふれるスポーツをやめろと言ってくる人を僕がスキピに、僕のスキピになることはありません。まあまあ、まあ、というかもうスキピを競馬スキピに変える方法をまず考えます。そうそうそう、あそうだな、あそうだ、もう今の言い方だ、俺の言い方は喧嘩になるだけだ
ダメだな大人だな漱石競馬ファンはやめないじゃん。やめないですよ。だから本当に年末有馬記念に今年稼いだ金全部使うんだって人もいるじゃん。あの坂上忍さんとか。あ、そうなんですね、うん、それぐらいやっちゃってる人にやめてっていうのは頑張ってやめさせてください。でその人そんな買い方をやめさせたいぐらいの競馬の買い方してる人にも、いやもっと違うこういう見方あるんだよっていうのは我々でこう、はい、広めていきましょうと。で最後ちょっとこれはどうしようかな、ライブ前にもうこれ答えるどうするって言ったやつがあるんですけど、僕はもう全部答えるって言った手前これも答えます。有名な馬が死んだ時に泣く競馬ファンをたまに見るんですが、騎手に鞭で叩かれていることについては泣かないんですか。死んだつやだ矛盾してませんかっていう質問。まあまあ、これはねもう本当にね僕らのなんだろう最大のテーマって言っても過言じゃないかもしれない。これは別に無知云々じゃなくて、引退した馬の余生とかっていうのも考えると、僕らはもっとこんな競馬ってロマンあるんだよだけじゃファンとしてもひょっとしたら無責任かもしれないっていうのは事実としてあります。無知を叩くっていうのはでもその僕ら の, そのこういうことを思っちゃう人への言い訳としてよく使われるのは、無知を叩かれるのはさほど馬は痛いとは思ってないらしいと。痛覚がその人間の皮膚とはちょっと違うから、あれはまあ合図程度ですよっていうふうにはよく言われるけど、それは俺そう聞いちゃってるからそうなんだろうなと思ってるだけで、でもちょっとは痛いんじゃないかなっていう思う部分もある、うん、まあ無知を嫌がる馬って言いますしね。そう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 。でも、今海外だと特にだけど無知の使用制限とかもあるんですよ。動物愛護の観点もちゃんと取り入れてるんで、あんまりゴール前でバシバシ無知を叩いちゃったらその馬にペナルティーはないけどジョッキーにペナルティーがあったりとかするんで、でもそれを言い出したらボクシングなんて殴り合いじゃないかっていうところもよっとしたら一緒なんじゃないかな。ただ馬は殴るのを了承して生まれてきてるわけじゃないかなとかも思うけど、だからもう俺無知の痛いどうかというよりは、まあ競馬を嫌がる馬っているんすよ。なんかそこの問題なんかな。で嫌がる馬を応援すんのと、死ぬ亡くなる馬は泣くくせに嫌がる馬を馬券に走らせることへの矛盾どうなんかっていう、まあ、あの本質だけで言ったらそういう質問なんやろなって、その矛盾と戦ってる感じです。僕は太陽の牧場王っていう牧場王の続編の地方競馬を題材にした漫画があるんですが、そこで角丸先生も、俺本当に一コマ見て、ああ角丸さんも競馬すごい好きなんだけど、あやっぱりそうっすよね、俺らそこ考えなきゃいけないっすよねって思わせてくれたコマもあるから、太陽の牧場王を皆さん読んでください。成績残せなかったら殺処分とかっていうのもあるから、そうっすね。だからそうね、むずいよね。まあ、そうなんですよね。まあ、むずいとか、ね。まあ、これは結構みんな矛盾と戦っ、ほんまに好きになればなるほど、矛盾が見えてくるんで、結構戦ってるんちゃうかな。あと、その、引退馬を支援するっていうあのプロジェクトも結構今、いくつかあるんで、そういうのには俺は参加をしたいとは思うんだけど、結局俺、自分の財力がないから、無責任にそこに手を出すこともできないしっていう今悩みもあって、だ俺もう今で言っときましょう、ここでこのチャンネルで収益が出るようになったら、あの引退馬支援に確実に参加します。おお、それはもう言っときます、もう早めに。おお、うん、もうそれでもう競馬と共に生きていこうと思ってるから、はい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 、うん、でまあ、そういうのもあるんだよっていう、まあ、我ら我も戦ってるんだよっていうのだけはちょっと理解していただきたいなっていうのはあります。はい、もう全部答えた。そして安田記念がそろそろ発送です。いい時間いい時間です。ですね。